です。ゆうてゆうと、今日はお腹を空かせた猫たちのために俺が特別に初めての手作り猫ご飯作ってあげたいと思うよ。猫どもお腹空いてるか？へい。めっちゃ走り回ってるわ。このように後ろで喧嘩をしております。元気があり余っておりますね。バタバタとうるさいので、俺はやつ、いや、あの、動じずに作っていきたいと思います。シェイクということで、早速作っていきたいんですが、今日の猫ご飯こちら、人参、かぼちゃ、鶏肉、そして卵の卵黄を使った特製俺の、名付けるなら、なんだろうな、親子丼的なやつ作る。まずは食材たちを食べやすい大きさに切って差し上げる。めっちゃ凍ってる。ジャリジャリ言ってる。自分の料理も作らないのに猫の餌作ってるで、優しすぎじゃね。猫の奴隷としては最高の奴隷だろ。凍ってて冷たい。いや、もううまそう。もうこの状態でも食えるやろ。猫は知らんけど、あれ、なんか猫って生じゃ生食べられんのかな。めちゃくちゃ新鮮な鶏肉だったんだ。生ではいけるかもしれない。うわー、うまそう。これだって猫になったら俺みたいな飼い主のとこに住みたいもん。優しい。やー、最高な飼い主やな。手作りご飯作ってくれる飼い主とか最高やな。これでさ、頑張って作って食べてくれんかったらどうしよう。猫ってさ、食べちゃいけない食べ物とかいっぱいあるからさ、そこは気をつけなければいけない。俺が豆知識喋ってる時になんで邪魔する？喧嘩しないよ。喧嘩しちゃダメじゃない。喧嘩はしないよって。ということで、牛肉切り終わりました。続いて人参、かぼちゃを細かく切っていきたいと思います。人参食べるかな。人参食べさせたことないんだよな。かぼちゃはあるんだけど、前食べてくれなかったのよね、ケゼラは。もうほぼみじん切り。みじん切りやったことないわ。みじん切りってどういう感じ？こういうイメージ。違うかな。とにかく小さく切らな。今日人参初めてだからね。最初にママが作ってあげてまずいってなった時に、多分子供が好き嫌い発揮するから、人参を一部調理してあげなきゃいけない。最初の一口目、あ、これはうまい。人参うまい、うまい。人参を感じさせないこと。人参はいませんよという、人参はここにはいませんよっていう存在感を見せてあげること、それが大事ですね。結構いい感じに、思った以上に小さいぐらいがちょうどいいかも。うん、楽しみにしてて。うわ、全然切れてねえ、こっち。難を逃れたな。今から刻まれることも知らずに、のんきに。あれ、突き上がって、俺が自信にしてやる。ほら、刻まれて、刻まれて、どやどや、ほら。まだいる、まだ嫌がる。まあ、こんなもんかな。続きまして、かぼちゃを刻んでいきます。かぼちゃって思ったより強敵やん。みじん切りしようにも、こいつ硬いぞ。やりに、これはすごい戦いになりそうだ。長期戦だ。かぼちゃ硬え。かぼちゃが飛び散りすぎてなくなりそう。まな板の上から使えるかぼちゃが減ってきている。これもしやチンして出来上がった後に切った方が早い。そんな気がしてきた。俺は先にチンすることを決意。根菜だからまとめていけるっしょ。温める。ラップかける。待つ。じゃじゃーん、じゃじゃーん、じゃらららら、あ、ちゃ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 、あちゃ、あちゃ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 、あちゃ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 、いい具合に茹で上がりました。肉も行かしてもらいますわ。こちらに鶏肉を温めます。その間にちょこまかちょこまかと行かしていただきます。早ない。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっといてもろて。
もみじみたい、紅葉みたい、今の時期ぴったりじゃん、最高。いいじゃん、めっちゃいい、めっちゃいい。とってもいい匂いする、とってもいい匂いするけど暑い。必殺俺の帽子、帽子って鍋つかみとしても使えるから便利だよな。あー、いい感じに温まってるわこれ。きたきた。そしたらこちらをこちらに混ぜます、混ぜます。あ、もうこの時点でめっちゃうまそうや。最後に卵黄を加えて和えます。うまく卵黄をセパレートできるかしら。いくぜ。ポン、きてこれ、うまそすぎん、うまそすぎるやろ。混ぜます。あえてあえてあえちゃうよ。絶対うまい。これをちょっと冷まします。うわー、おいしそう。贅沢。二人のお皿に分けていくよ。おいしそうだよねえ、食べてくれるといいな。上出来すぎでは、めちゃうまそうなんだわ。やばい、上出来すぎ。完成。これいけ、食いに行け。どうだ、手作りだぞ。ほら、あっちにあるじゃん、食ってる食ってる。こっちにある、ほら。どうですか、え、キセラ食べてくれないの。キセラもそっちあるよ、キセラそっちあるよ。同じのだよそれ、そっちがいいの。じゃあ、あんたこっち、あんたこっちで食べて。落とした。キゼラは謎のこだわりでこっちの右側のやつからしか餌食べないんだよな。おいしい、食べてくれてよかった。ゆっくり食べてくださいや。いいですね、ちゃんと人参も邪魔しない感じで、かぼちゃもどっちも食べてくれてる。キゼラ人参もかぼちゃも食べてくれなかったから嬉しい。パサラに関しては初めて人参かぼちゃ美味しそうにペロペロ食べてくれてる、嬉しい。ということでね、美味しそうに食べてくれています。ケセラもうお腹いっぱいなの。ありがとうございました。猫の奴隷まだ続けていきたいと思います。さようなら、バイバイ。